中がガタガタして眠れないのよね。気のせいだよきっと。そうかしら。三尾さんも早く寝なさいね。はい、ママ。おやすみなさい。あちゃ、おい、バーコ、寝るならうちに帰ってからにしてよ。もう眠いな。早く帰らないとママに叱られるよ。でもまだお洋服が乾いてないもの。それなら僕のパジャマ貸してやるからさ。あ、そう、悪いわね、お借りするわ。それじゃねん。バーコ忘れ物だよ。この袋の中に洗濯物全部入れといたからね。